血管にいい食べ物というテーマでお話をしていきたいなと思います。どうもこんにちは、小田です。今日はですね、血管をツルツルにする食べ物5選というテーマでお話をしていきたいと思います。実はですね、日本人の死因の第1位は血管を詰まらせて死ぬだということを知っていますでしょうか。いやいやいや、騙されないですよと。1位はガンですよという方もいらっしゃると思います。いや、まあその通りなんです。実はガンなんですけれども、ただですね、実は脳梗塞と心筋梗塞を入れますとですね、実はそれが1位なんですよね。そして最近この病気が劇的に増えている。もちろんガンもターボなんとかとか、まあいろんなガンが増えている。そしてですね、やっぱりね、血管を詰まらせて亡くなる方ものすごく多いです、今現状としては。それが何であるかというのはちょっとまあいろいろと想像していただければなと思うんですけれども、まあ、実際にこのようなことが起きてるわけですよね。事実として、ファクトとして血管を詰まらせて亡くなっていく方がやっぱり多いわけなんです。なので、まあ、それをですね、やっぱり私たちは解決する方法、具体的な策というものを持っておく必要があるんじゃないかということで、今日このビデオを撮っているわけなんですけれども、まあ皆さん、血管といえばですね、悪玉コレステロールかなみたいなね、この数値が高くなっちゃったからということで、皆さん160ちょっと超えちゃったからやべんじゃねえかなというふうに思ってる、そこのあなた。あと血圧もそうだよね。血圧もこれは死ぬレベルなんつってね、それで血圧のなんとかを飲むとか、こういうことがあるわけなんですよね。それで、まあ、薬から抜けられなくなっちゃうということがよくございます。ということでですね、これに関してはですね、やはりね、あんまり僕も言いたくないんですけれども、個体差がありますし、そして飲まなきゃいけないその基準値っていうのは年々上がっていてですね、本当に過保護なんですよ、日本は。過保護って分かります？保護しまくったことによってその人の才能を殺すことじゃない？これを過保護って言いますよね。これと同じでですね、実は過保護な高血圧、そして脂質量ですよね。これによって、あ、もうこれ超えたらもうダメダメダメみたいな感じになっているから、逆にですね、いらないものを実は飲んでるって可能性だって本当はあるんだよね。まあ、詳しくはあえて言わないんだけど、もう察してくださいと、まあ、言わざるを得ないぐらい、まあ、実はもう無駄にね、いらない基準値で薬を飲み、それによって、まあ、逆にね、どんどん薬が増えていくっていうことがやっぱりあるわけなんですよね。だって機能が低下するんだから、薬なんか飲んだら。だから死なないレベルでこれ放置しといていいのにっていうところなのにもかかわらず薬を飲んじゃうんで、それをどんどん増やさないといけないっていう、こういう状況に実はなってるんですね。なので、まあ、そこをですね、まずはやっぱりきれいにしていかないといけないというふうに私は思っておりましてですね、そのためにこの元通りに戻そうと、若い頃に戻していくんだぞという意味も含めましてですね、私は毒出しの取説という本を、まあ、現在なんと5万部超えましてですね、そんな本を出しているわけなので、ぜひですね、こちらを皆さん試してみていただければなというふうに思うんですけれども、これ血管も若返りますので、やればやるほど腸内環境だけとかじゃなくて、もう血管がね、若返るんですよ。まあその理由についてはまたお話ししますけれども、とりあえずですね、今日の段階では血管にいい食べ物というテーマでお話をしていきたいなと思います。ということで、皆さん血管にいい食べ物食べてますか？え、血管にいい食べ物、血圧が下がる、え、そんなことあるのって思うかもしれないんですけど、とりあえず血圧を下げる食べ物にしときましょうか。なんで血圧って上がるんでしょうか？血圧が上がるっていうことはどういうことかというと、血管がだんだんプラークみたいな感じでいろんなゴミがね、詰まってくんですよ。そうすると血管が大体これぐらいの大きさだったとしましょう。そしたらですね、これに周りにいろんなゴミがくっついてですね、細くなるんですね。で、細くなるとその分道が狭くなるから、おーって圧力がかかるんですよ。そうするとその血圧って当然上がるじゃない。で、あとは道少ないから逆にこうポンプもうーっと押さないといけないですよ。電車に乗ります。電車に乗ってった時にもう乗客があまりにも多いですよってなったら、もう満員電車でさ、もう分かります、山手線とかでもこう押すみたいなやつ、もう血管にも血液がもう入ってて、たくさんたくさん、あ、もう大変みたいな、そういう状態になっちゃってるってことだよね。だから圧を感じてるわけなんです。で、それはもう本当に血管自体が狭くなっちゃってるからですね。なので、この血管についているゴミを外す方法というのが、まあ、この毒出しの取説の中でもやっているハーブファスティングなわけですね。これ何回かやるうちにですね、血管のゴミ
ていうのはこれは取れますので、まあ、ぜひですね試していただきたいなと思います。腸ファスティング、肝臓ファスティング、腎臓ファスティングってやってますけれども、結果的に腸ファスティングやっても血管きれいになりますし、肝臓ファスティングやっても血管きれいになりますし、腎臓ファスティングやっても血管きれいになりますからね。なので、まあ、これは何回やっていただいてもですね血管きれいになります。だって血管の中にゴミが溜まってるわけじゃん。でこのゴミをですね、まあ、オートファジーという自分のいらない細胞をパクパク食べるという現象をファスティング中って起こすわけなので、血管についてるゴミも当然のことながら食べる対象なんですよ。なのでやればやるほど血管の柔軟性であったりとか、まあ、いろんなその詰まってるものが消えていくんですね、ファスティングやればやるほど。なので実際に血圧とかっていうのもだんだん下がってきますし、強引にね血圧を下げるっていうのではなくて、そもそも血圧が下がっていく体質になっていきますよというのが毒出しの取説の方法ということになります。じゃあですね、まあ、そもそも私たちどういうことを気をつけながら食べていけばいいのかっていう話じゃないですか。血液とか血管に関してどういうものをたくさん食べたらいいのかっていう話なんですけど、1位ちょっと喋りましょうか。1位はですね、卵です。卵は1日1個までね、これ以上食べちゃうとですねコレステロール値が上がって良くない、もう悪玉コレステロールも下がるし、もうコレステロールがもう上がっちゃうからもう絶対ダメですって思ってる方もいらっしゃるかもしれません。まあ実際にね、例えば偽物の卵とかそうだと思いますよ。偽物液卵っていうのがありまして、最近はトランス脂肪酸とかいろんな謎のね物質を使って、サラダ油とか植物の物質を使ってですね、鶏さんが作っていない卵を、まあ、液卵って言ってね、コンビニとかで普通に売られてるわけじゃない。ああいうものはそれは良くないですよ。人工的に作られた卵ではなく、本物の卵に関してはですね、実は血管を強くします。これはもう本当にね、いろんなデータが出てまして、昔はね卵1個までにしとかないと本当にコレステロール値が上がって大変って言われてたんですけど、もうそんなエビデンスはゼロだっていうことが最近分かってるんですね。だからといってまあ1日4個ぐらい食べるっていうのはちょっとないと思いますけどね、まあ2個ぐらいにしときましょう、もうたくさん食べたとしても。でもまあ1日1個ぐらい卵を食べるというのは全然悪くないわけなんですね。それは一体なぜかというと、良質の脂質も入ってますし、良質の栄養も入ってるので完全食ですからね。そもそも卵は血管に油がもしあったとするじゃないですか。そしたらその油取るにはどうしたらいいと思います？これいい形のコレステロールを上げる必要があるんですよ。だからまあこれ毒出しの取説の本でも実はお話をしてるんですけど、良質の脂質を取るっていうのは結構重要なんですね。だって脂質があるから悪い脂質っていうものが逆に取れるじゃんってことなんだよ。例えばマジックとかって油性ってありますよね。油性のマジックってこれ油じゃないと落ちないんですよね。水じゃ落ちないじゃないですか。それは成分が油になってないから油に浮き出るんですよ。だから油には油をなんです。だから血管の中にゴミのような脂質、脂肪細胞が固まっていたとしたら、それはいい油をかけることによって覆い流されていくんです。その油っていうのはそもそも細胞膜をですね作るもの、素材なんですよね。いい形の油っていうのは細胞壁も作りますし、血管自体を強くする、まあ、そういう効果がありますので、実はですね血管を強くする食べ物の1位筆頭として挙げておきたいのはですね、卵なんですね。バランスよくいろんなものが入ってますし、脂質も入っています。ぜひ試してみてください。では2つ目ですね。これ結構似たような感じではあるんですけれども、 EPA とか DHA とか魚の油です。これ魚油もですね、また同じように良質の油なんですね。その中でもですね、完全栄養食的な感じじゃないですか。だから飽和脂肪酸がたくさん入ってるんですね。それでオメガ3脂肪酸って聞いたことありますか？オメガ3脂肪酸が結構多いんですね。でオメガ3脂肪酸とオメガ6、オメガ9脂肪酸って一体何が違うんですかと。実はですね、3と9の違いっていうのは、3はちっちゃいんですよ、脂肪酸として。で9は重いんですよ、大きいんですよ。だから中間層がものすごく多くて、3と9がなさすぎるんですね、食生活現代人の場合。そうなると何が問題かというと、3はね特にちっちゃいから動きが細かいんですよ。なので脂質がそこら辺に溜まってたとしますよね。でも脂質には脂質が効きますから、小さなカチャ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 って動く脂質がへばりついてる脂質に対してカチャ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 ってやることによって、これが取れていくんですよ。これちっちゃいから動きを持ってるんです。これをシュッと取ってくれるんです。でシュッと取ってくれて、そこにですね、さらにオリーブオイルなど、良質なオリーブオイルですよ、それオメガ9とか多いんですけど、そのオメガ9があるとですね、それが細胞壁になってくるんですよ。オメガ9はしっとりとしてますんで、動きがそんなに少ないんですよ。なのでそれで細胞壁をバーッときれいにしてあげてくれたりするんですね。
だからまずは細胞をきれいに除去するとかツルピカにするっていう意味で言うと、まずはオメガ3脂肪酸が頑張って働かないといけないです。で、その後でもろもろきれいなものを入れていくとすっきりしますよってことなんだよね。ということでございます。では次いきますね。海藻類なんです。海藻類はですね、かなり血管をきれいにします。例えばフコイダンっていうのがあるわけで、このフコイダンっていうのがものすごくパワーを持っていましてですね、これがあることによってがんとかも減るんですけれども、血管がむちゃくちゃきれいになるんです。なので、のりとかもずくとかね、メカブとか昆布とか、そこら辺のヌルヌル系のものですね。これっていうのが実は血管にものすごくいいということが言われています。そもそも水溶性食物繊維なんで、かなりもうこれだけで腸内環境にもいいんですけれども、血管に対してもですね、高血圧とか血管の詰まりっていう現象に関してもですね、海藻のフコイダンに関してはかなりプラスの影響を与えるってことが言われているんですね。なのでこの海藻系は非常に重要になりますので、これぜひ試してみてください。で、これと似たような感じでですね、キノコというものもあります。キノコも意外とあれヌルヌルしてません？キノコはいろんな抗がん作用もあって、キノコもですね、このヌルヌルしてる部分っていうのが実は血管にかなりいいです。まず腸内細菌にかなりいいんですけど、餌として。このヌルヌル成分っていうのがやっぱり腸に関係しますし、腸の免疫系も上げてくれますしですね、それが血管をそもそも強くするってエビデンスがあるんですね。ですので、これは非常に重要かなということでございます。ということで、ヌルヌル系の2つでございました。で、最後ですね、天然塩です。 NaCl とマグネシウムのちゃんとしたそのバランスが取れている天然塩を取るということ、他にもいろんなミネラルが入ってるということを取るとですね、実は血管に対してかなりプラスの効果があるというふうに言われてます。いやー、でも塩たくさん取ったら血管に悪いって言うかもしれないけど、それは食卓塩であるとか、私たちが食塩ってして売られていて、そこら辺の外食に行ったら大体入れられてしまう塩ですよね。いろんな食物加工食品とかに使われてる塩も同じなんですけれども、その塩というのは非常にですね、人工的な塩でございましてですね、血管を弱らせていきます。ほとんど血管に対してマイナスのエビデンスしか出てません。ただ逆にね、天然塩に関してはいろんなものが入ってますので、ある程度の量かなり飲んでも全く問題ないというか、むしろ血管がきれいになるということが言われておりますので、ぜひ試してみてくださればと思います。これが血管をピカピカにする成分というふうな話をさせていただいたんですけれども、実はですね、これに入ってあるスープ、卵以外はスープで作れますので、ぜひですね、ここに書いてあるスープをですね、試してみてくださればと思います。例えば海藻、キノコ、エビとか入れちゃえばね、それが魚油と同じような役割を持ちますからね、かなり健康効果あると思います。ぜひですね、スープを飲んで血管ツルピカにしてみていただければなと思います。ということで、今日は血管をツルツルにする食べ物5選というテーマでお話をしました。少しでもね、役に立ったなと思っていただけた方はですね、ぜひ高評価ボタンを押していただけますと幸いです。そして少しでも役に立ったなと思った方は、ぜひチャンネル登録、通知ボタンをぜひよろしくお願いいたします。今日はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また続きのビデオでお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。失礼します。